ボストンセルティックスはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市に本拠を置く全米プロバスケットボール協会のチームイースタンカンファレンスアトランティックディビジョン所属チーム名のセルティックとはケルト人のという意味ボストン近辺はアイルランド人が多く移民した土地であったことにちなんでいるセルティックスは NBA のすべてのチームの中で最も多く チャンピオンシップを手に入れた名門である。1959年から1966年までは、ビル・ラッセルがチームを牽引し、8連続優勝している。1980年代には、ラリーバードに率いられて、ロサンゼルス・レイカーズと、熾烈なライバル争いを繰り広げた。セルティックスは、ニューヨーク・ニックスと共に、 現在の NBA が発足した当初に参加したチームの中で同じ年にフランチャイズがあり続けているチームである。ボブ・クージーは1957年の初優勝に貢献した。ボストン・セルティックスは NBA の前身であるバー発足に伴い設立された。創設者はボストンガーデンオーナーのウォルター・ブラウン。セルティックスの名は1920年代に ニューヨークを本拠地としていた強豪チーム、ニューヨークセルティックスにあやかってつけられている。このニューヨークを本拠地としていたチームを、オリジナルセルティックスと呼ぶ。2006年のアワーバック設立当初の数年間、セルティックスの勝率は5割に満たず、チーム成績は、リーグ界に甘んじるシーズンが続いた。1950年より、レッドアワーバックを、 監督兼球団副社長という役職でチームに迎え、以後半世紀にわたって人材の動揺や試合の采配で才能を発揮し、セルティックスをリーグ切っての名門に育て上げていくこととなる。同年、ポイントガードのボブクージーがチームに加わり、翌年にはビル・シャーマンが入団したことにより、セルティックスは地区でも上位に入る、中堅以上のチームに成長した。 クージーは1952年から連続8シーズンのアイダリーグのアシスト王であり、後に電動入りを果たしている。1953年のドラフトでセルティックスはフランク・ラムジーを獲得し、ベンチからスタートしてチームに貢献するシックス・スマンとして活躍させた。アワーバックは能力のある選手をあえてスターターには起用しないという。 采配を最初に導入した監督だった。この起用法は、後のセルティックスの黄金時代を支えることになり、現在でも重要な戦術の一つとなっている。1982年に NBA6 万賞も設けられることになった。セルティックスがリーグ史に残る競合へと変貌するのは1956年からだった。このシーズンに、 トム・ヘインソーンとビル・ラッセルを獲得したセルティックスはチーム史上初の優勝を経験。続く1957から58シーズンは優勝を逃したが、1959年からは8年連続の優勝を成し遂げた。1962年にドラフトで獲得したジョン・ハブリチェックは新たな中心選手として連覇を支えた。 アワーバックが監督をり撫き公認のラッセルが選手権監督としてチームを率いた1966から67シーズンには連覇が途絶えたが翌1967から68シーズンからは再びに連覇を達成。セルティックスは1957年から13年間で11回の優勝を果たす黄金時代を過ごした。ラッセルは リーグ初のアフリカ系アメリカ人ヘッドコーチである。ラッセルが1969年を最後にチームを離れると、セルティックスは数年間優勝から遠のいた。しかし1972から73シーズンに球団史上最高勝率を記録し、1974年と1976年には、再び優勝に返り咲いた。 フェニックス・サンズと戦った1976年のファイナル第5戦はリーグ史上屈指の名勝負として名高い。この時代の中心選手はハブリチェックやデーブ・コーエンス、ジョジョ・ホワイトなどだった。セルティックスは1976年の優勝をピークに次第にリーグでも下位のチームへと低迷していった。バードは1978年の NBA ドラフトにおいてセルティックスに全体8位で指名された。セルティックスに再び黄金期が訪れるのは1980年代に入ってからだった。1978年にドラフトで指名したラリーバードは翌1979年よりチームに参加。翌シーズンにセルティックスはケビン・マクヘールとロバート・パリッシュを同時に獲得。この3名は 史上最強のフロントラインと評価され、チームを牽引した。セルティックスは1980年代の NBA で、ロサンゼルスレイカーズと共に歯を競い、1981年と1984年、1986年にリーグを制した。特に1984年と1985年、1987年には、両チームが、 NBA ファイナルで直接対決したシーズンだった。ビッグ3、ザ・ビッグ3、ケビン・マクヘール・ロバート・パリッシュワードは1992年に、マクヘールは1993年に引退し、パリッシュが1994年に退団すると、将来を嘱望されていたレジー・ルイスが急死したこともあり、勝率5割を下回る低迷期に入った。 2004年のラリーバード1996年にアントワン・ウォーカー1998年にポール・ピアースと高選手が入団し1997年からリック・ピティーノがヘッドコーチを務めたがかつての黄金時代から想像できないプレイオフ出場もままならない低迷を続けたセルティックスが復調の兆しを見せるのはピティーノ監督が 解任された後の2000から01シーズン途中からで、ジム・オブライエン監督の元選手がまとまり、2002年には49勝33敗、2003年には44勝38敗に達した。しかしダニー・エンジが、ゼネラルマネージャーに就任し、ウォーカーが、ダラス・マーベリックスに放出された2004年以降の、セルティックスは、チーム戦略のミスから、戦力ダウンを繰り返した。 その結果、勝率は5割を前後し、再び低迷、2007年には24勝58敗まで落ち込んだ。ファイナル第2 0 0 2 0 8年6月8日ビッグ、3ビッグ3、ピアース・アレン・ガーネットファイナル優勝を祝う、セルティックス・ポール・ピアース、ケビン・ガーネットと抱擁する、ラジオン・ロンド、レイ・アレンとトニー・アレン。危機感を抱いたチーム首脳陣は、 2007年シーズンに向けて、レイアレン、ケビン・ガーネットと立て続けに、大物選手を獲得し、ポール・ピアースと共に3選手からなる、ビッグ3を形成、戦力を大幅に向上させた。ビッグ3中心に、チームは巻き返しを始め、レギュラーシーズンは、怒涛の快進撃を見せ、66勝16敗で、リーグ1位の結果となった。 リーグ全体の第一シードとして、プレイオフに挑み、1回戦のアトランタホークス戦を4勝3敗と、隠した相手に苦戦をしたものの、その後のキャブズ戦、ピストンズ戦に勝利し1987年以来となる、カンファレンスチャンピオンとなり NBA ファイナルに、進出した。対戦相手はくしくも1980年代に、何度も、名勝負を展開したレイカーズ。 戦前の下馬評では、競合揃いの西カンファレンスを問題なく勝ち上がって、来たレイカーズの方が有利と言われた。しかしビッグ、スリーと控えメンバーがバランスよく活躍した、セルティックスは、ホームゲーム1、2を練習する。2勝1敗で迎えたアウェーのゲーム4では、最大24点のビハインドを跳ね返しての、大逆転勝利を収めた。この点差からの逆転は、 ファイナル記録となった。3勝2敗で、ホームに戻ったセルティックスは、ゲーム6で131点を奪う、見事な勝利を挙げ、22年ぶりのチャンピオンに、帰り咲いた。ファイナル MVP は、平均21.8点を記録した早抜き選手で、あるピアースが選出された。優勝後、プレイオフには出場し続けるも、スリーキングスを結成した。 マイアミヒートが東で躍進し、さらには、レアレンがそのヒートに移籍したことにより、第二次ビッグさんは幕を閉じた。その後、ピアースとガーネットをトレードで放出、新たな指揮官にブラッド・スティーブンスを招聘しチームの再建が始まった。2013年以降は、積極的にトレードを行い、アイザやトーマス等の有望な若手や多くのドラフト一巡目。 指名権を獲得。2016年には、ある方法度を獲得し、さらにトーマスが、エースに成長し再建開始からわずか数年で、イーストのトップチームに舞い戻った。2017年の NBA ドラフトにてセルティックスは1位、指名権を獲得していたが、フィラデルフィアセブンティシクサーズと指名権をトレードし、全体3位で、ジェイソン・テータムを指名した。 2017年8月22日、エースのトーマスや J. クローダー等とのトレードで、クリーブランドキャバリアーズからカイリー・アービングを獲得した。2017から18シーズンの開幕戦は、アービングの古巣のキャバリアーズとの対戦となった。この試合では今季ユタジャズから FA で移籍してきた、ゴードン・ヘイワードが、 試合開始5分で足首の重傷によって離脱するという不運に見舞われ、敗れた。次のミルウォーキーバックス戦にも敗れ開幕からに連敗してしまうが、そこからチームは球団史上4番が目に長い16連勝を記録、連勝中は昨季王者のウォリアーズを倒すなどした。シーズン終盤にはアービングまで怪我による長期離脱を強いられたが、プレイオフ1回戦では、 テリー・ロジアー、ジェイレン・ブラウン、ジェイソン・テータムなどの活躍により、カンファレンス7位のミルウォーキーバックスを第7戦で、退けた。チームは、アービング、ヘイワードを書きながらもカンファレンス決勝まで勝ち上がり、レブロン・ジェームズ擁するキャバリアーズ相手に3勝2敗と、先に王手をかけるも、そこから2連敗しファイナル進出はならなかった。 2018から2019シーズンも開幕から安定して勝利を重ねたが、アービングがテータムやブラウンら若手を批判したり、ブラッド・スティーブンス HC とも衝突するなど多くの問題行動を起こす。それでもチームは49勝33敗でイースト4位としてプレイオフに出場した。プレイオフでは1回戦でイースト5位のインディアナペーサーズをスイープしたが、 続く2回戦で前年勝利したバックスに1勝4敗で敗れた。2018から2019シーズンオフ FA となったアービングがブルックリンネッツへ移籍した。セルティックスはシャーロット・ホーネッツから FA となっていたケンバウォーカーを獲得しチームへと新たに加え再始動を切った。2019から20シーズンはウォーカーが強いリーダーシップを発揮して チームをまとめ上げ、テータムとブラウンは共に個人成績を大きく伸ばした。特にテータムはオールスター戦に初めて選出されるなどチームの主力ウエースへと成長した。結果的に東カンファ3位でプレイオフに進出。プレイオフ第2戦では前年の覇者であるトロントラプターズに勝利するなどカンファレンス決勝まで進出したが、 マイアミヒートに2勝4敗で敗退した。ノート、勝ちイコール勝利数、負けイコール敗戦数、パーセントイコール勝率太し文字、電動入り選手、優勝時に在籍した、選手、在籍時に MVP を獲得した、選手、偉大な50人、偉大な75人ボストンセルティックスのチーム記録を参照。ビストプリントザセルティックス。 アナウンスニューマルチ、イヤーパートナーシップ、NBA メディアベンチャーズ、LLC、https、www.nba.com、セルティックス、ニュース、プレスリリース、ビストプリントセルティックスアナウンスニュー、マルチイヤーパートナーシップ2020年12月25日、閲覧。ラリーバード、エス・スティール・フロム・アイゼア・トーマス。 bleacherreport.com2010 年12月4日閲覧ボストンセルティックストレードナンバー1オーバーオールドラフトピック2フィラデルフィアセブンティーシクサーズデュークズジェイソンテータムセレクテッドナンバー3オーバーオールバイセルティックスハットキャバリアーズアグリーツートレードキリエアービング2セルティックスハット 球団史上4位の連勝記録を達成した、セルティックスが示した気持ちの強さ。nba.com。2018年1月19日閲覧。ジャリッド・ウェイス、キリエ、アービング・アウト・フォー・から5・マンツ・フォー、バクテリアル・インフェクション・2サーグレ。CELTICSWIRE.USATODAY.com。2018年4月6日閲覧。 セルティックスビートバックス112から96インゲーム7アドバンス2プレイセブンティーシュクサーズ ESPN.com2018 年4月30日閲覧ありがとうございます